こんにちは、堀口真ですということで、あ、ちょっと待って、矯正器具ちょっと。はい、ということで、改めまして、こんにちは、堀口真です。久々にこの画角で撮るんじゃないでしょうか。自宅でーす。当たり前やろ。リビングで撮るのが久しぶりやなと思って。今日の動画はですね、お久しぶりに私のカバンの中身紹介をしていきたいと思いまーす。ということでやっていきたいんですけども、1年の頃に出したと思うんですけど、2年になってだいぶ中身も変わっておりません。ということで紹介していきたいと思います。はい、ということでリュックがまず変わったんですよ。こちらです。ドン、ででーん、ヘリーハンセンのリュックです。前まではチャンピオンのリュック使ってたんですけど、アリがスーパーの2階の衣料品コーナーで買ったやつなんですよね。3000円のなんとそちらからグレードアップいたしまして、ママが買ってくれました。ヘリーハンセンめっちゃいいブランドよね。まずは外側から紹介していきたいと思います。こちらのポケット見ていきましょう。おい、折りたたみ傘でーす。忘れ物した時のどこにありましたよのラベルが貼ってあります。で、こっちのポケットもあって、ここにはティッシュ入ってます。で、じゃあ前のポケット見ていきましょうか。こんな感じでバカ重たい。まずこちら、ダン、歯列矯正のカバンのゴム、ダン、コンタクト、右目の、もう一個、ダン、コンタクト、左目の、なんか入れてはね、外れるかもしれんから、ありました、もう一個、ダン、目薬、コンタクトがね、カピカピしちゃうから、あ、もう一個あります、せーの、ダン、イヤホン。イヤホンはね、大事よ。毎回投稿するとき絶対にいります。イヤホンがないと一回家戻るレベル。ちょっと今回は手に持って帰ってきちゃったから、この中に入ってなかったんですけど、説明やってる、鍵入れ、中にはバンドエイドとお財布、学生証、保険証だったり、いろいろ入ってます。で、今日はたまたま忘れちゃった、またま3日に1回ぐらいはここにハンカチが入ってます。じゃあどうやって手を拭いてるの？それは闇の中へ。ということで大きいところ行きましょうか。まずガバッと開いて、一番最初に目につくのがどっちかな。こっちの、じゃあピンクのファイル行ってみましょうか。ピンクのファイル、ドン。そう、今回はね、タイトル回収ここでさせていただくんですけども、カバンの中身紹介とともに買ってよかったものとかも紹介していけたらなと思って、その一つがこちらです。ファイルやねんけど、ここに全てのプリントが入ってるんです。大学生活においての、前まではね、教科ごとにファイルを分けてて、100均のやつで、で授業ごとに今日持っていくのはこれって言ってピックアップして入れてたんですけど、今回はこの形式にしました。全部入れるってやつ。こんだけ13個ぐらいフォルダあるのかな、多分、多分ね、まあ14か13ぐらいかな、フォルダがあって、意外と全部埋まるんですよ、これが。で、こんな感じで仕分けして入れてます。ほんまにこれ便利よ。あと見た目がすごい可愛いっていうのもあるし、なんかできる女感が一気に出る。で、一番前のポケットに見えるのがスケジュール帳。これいいよね。これ前まですごく分厚いやつ使ってたんですけど、この薄いやつとってもいいです。こうやってね、このファイルに入れることもできます。で、授業によってノートを提出しないといけないやつがあって、そのノートが何でもいいということだったので、ノートの薄いやつにしました。これ可愛いよね、お気に入りです。でもこれちょっと一個問題点があって、見ていただいたら分かるんですけど、すっごくこの目がね、濃いのよ、方眼が。だからシャーペンでは見えないんです、文字が。だからね、ボールペンで書かないといけないの。あれ、ノートとしていかがなものかと思いますけど、まあ見た目優先ということで。で、ここの同じポケットにはこうやってルーズリーフも入れてます。これはね、いろんな授業でメモ取るときとかに使ってます。で、そのメモ取ったやつをその授業のファイルに入れていくっていういつものルーティンがありますね。本体にちゃうかなと思うんですけど、意外とまあリュックに入れたらそうでもないです。トートバッグの日でもこれ突っ込んだらいけます。で、どうしても荷物を軽く行きたいときは、こっからそのプリントだけ抜いて、そのファイルに入れて持って行ったりしてます。でもこれほんまに可愛くて便利やから、みんなにおすすめしたい。はい、まあ、これで大体リュックのメインが終わりました。で、化粧ポーチ、
これね、あのちょっと部分部分だけ紹介するわ。ちょっとあのいいのあったから紹介させて。あのね、友達にねファンデーション何使ってるんって聞いたら、あのこのテルテルをおすすめされたので最近買いました。ほんまにいいわこれは。はい、以上です。化粧ポーチはこんな感じです。必要最低限な感じです。もう塗るのはほんまにリップぐらい持ってっててもあんま使えへんかな。で、謎にこの中に櫛が2本も入ってるっていう、お謎ですよね本当に。自分何してんねやろ。で、こちらお茶。みんなにそれどこのお茶って聞かれるお茶。普通に朝なんですけど。で、次がこれはね、じらしちゃいます。筆箱なんですけど、ちょっと別の動画で紹介させてもらってごめんなさい。見た目だけ、見た目だけごめんなさいね。ちょっと新しくなったんで見てほしくて、ほんまに。かわいいやろ。でもこれ今回の動画では紹介しません。ごめんなさい。うっざうっざ。で、最後、大学生にとっても命と言っていいもの、パソコンです。イエンジわっしょいわっしょい。こんなんしたらあかんねん。こちらです。私のパソコンはね、みんなに比べたらちょっと大きいかもしれへん。だから重たくて1年の頃は慣れてなくて、あんまり持っていくこと少なかったんですよね。なんとか携帯で頑張っててんけど、こうチッ画面でね、こう資料を広げたりしてたんですけど、2年からはちゃんとこうパチパチにも慣れとかなあかんなって思ったのと、オンライン授業が対面に変わったりしてて、パソコンを使う機会がすっごく増えたんですよね。だから毎日持って行ってます。最近のルーティーンとしては、夜寝る前に蓄電とパソコンを充電してから寝るっていうのをしてます。でも今日は蓄電持っていくの忘れちゃった。充電してたのに。いつもはこの中に蓄電入ってます。はい、以上です。こんな感じのリュックの中身でした。あ、そうそうそう、パソコンはいつもこのポケットに入れてます。はい、いかがだったでしょうか。たまにこの中にお菓子紛れ込ましたりとかしてます。ほんまに必要最低限って感じかな。とりあえずこのファイルがあったら生きていけるっていう状態にしてます。自分がほんまに忘れ物多い人間で、プリント忘れたとか教科書忘れたとかしょっちゅうなんですけども、このファイルさえあれば大丈夫。教科書は入れられへんけど、まあなんとか生きていけるっていう状態を作れるのがこのファイルだと思ってます。まあそんな感じのカバンの中身紹介でした。参考になったとかはどうかとかあんまり考えてなかったので分かりませんが、まあ受験生とか大学持っていくのこんな感じなんやとか、高校とはだいぶちょっと違うと思うから、パソコンとかね、ちょっと想像して、想像できて できていたら嬉しいなって思います。同じ大学生の子とか1回生になったばっかりの子でも、これとか参考にできるものがあったりとかしたら、どんどん真似していってもらったらいいなって思います。でね、この筆箱も後日紹介したいと思うので、お待ちしていてください。ちょっとほんまに語彙力終わってる。待っといてください。ではでは、今日の動画はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。筆箱の動画見るためにチャンネル登録絶対しといた方がいいよ。バイバーイ。